武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは神田外語大の国語の勉強について話していきたいと思います。こちら現代文のみの出題となっています。で、問題の構成としては大問6題で時間60分となっているんですが、実質大問4から6に関しては漢字の出し方で分かれているだけなので、実質の大問数は4題という形になります。でそのうち大問3題、最初の3つが現代文の問題、マーク問題ですね。で、後半の、大問3つが漢字の読み書き四字熟語、という形の構成となっています。なので基本的には、読解の練習プラス、漢字練習、必須ですね。なので、入試漢字マスター1800プラスの読み書き、AB レベルプラス四字熟語はしっかりやっておきましょう。で読解のレベルに関しては、標準的な難易度ですが、いろんな形式の問題出てくるので、私立向けの対策ちゃんとやっておかないと解けないだろうという形になってます。なので、レベルとしては日大レベルの標準と発展、特に優しく分かりやすい現代文でいろんな形式の問題に対応できるようにしておきましょう。で、あとはセンターなどの評論などの範囲だけやっておくなどでも十分だと思います。評論の範囲しか出ておりませんので。なので、基本的には入試現代文のアクセスや、センター向けの参考書の評論範囲だけやる、あと優しく分かりやすい現代文で、満点狙いに行きたいとかちょっと現代文得意にしておきたいという場合にはマーチレベルまで手を出してもいいですが、正直そこまでいるかと言われるとそれよりは、ミスせずちゃんと選択肢切ったりの練習の方が、重要にはなってくると思いますので、日大レベル中心の学習を、優先するようにしてください。ミスなくちゃんと解いていけば、時間さえ足りればですね、対応できます。時間60分で長文、3つ読まなきゃいけないプラス漢字があるので、漢字は先に解いておくと、いいかもしれません。時間が、後々残ってない時に急いでバーッと解いちゃって落とすともったいないので、数分で解き終わるものなので、時間、スピードに自信がない人は先に解くように心がけてください。以上が神田外語大学の、国語の勉強となります。